こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの餌やりテクニック検証編です。ボールパイソンはですね、冷凍マウスをあげることが多いと思うんですけれども、基本的には湯煎して、お湯で解凍してそれをあげるわけですね。で、食べないってなった時にいろんなこの餌食いをあげる、食べてもらえるようにするテクニックがあるんですが、その一つにお湯で解凍しないというものがあります。どういうことかっていうと、水に濡らさずに自然解凍することで匂いを保つというものですね。やっぱりお湯につけて、こう水分につけておくと、体の中から匂いの成分が抜けていくわけです。で、ヘビは温度と匂いで獲物を判断するので、その匂いの成分が少なくなってしまうというデメリットがあるんですが、それを防ぐために常温で解凍して、最後ドライヤーなんかで表面を温めて匂いを維持しつつ表面温度を高めて餌食いを良くする、食べてもらうというテクニックがあります。今日は実際にお湯で解凍したマウスと自然解凍したマウスと、どっちにボールパイソンは飛びつくのかというのを検証してみたいと思います。こちらが45度で湯煎したマウス、こちらが常温解凍、室内の温度が今27、8度ぐらいなので、2、3時間かけて常温解凍したものです。表面温度が違うのでドライヤーでこっちの表面温度だけ温めていきたいと思います。では実際に揚げてみたいと思います。こちらが表面だけ温めたものです。こちらが湯煎したマウス、さあどっちに飛びつくのか。はい、同じ距離にしてください。で、お悩んでいる、反応はしている、大釣りをしている。明らかに濡れてないマウスの方に反応してます、ね、お、ちょっと濡れネズミ選手の方に、おなんと、しかも耳だけって。反応は乾いた方でしたけど、実際に飛びついたのは濡れてる方。飛びついた後は抵抗している素振りを見せたりすると、離す前として巻きつきが強くなります。やめろーやめろー、食べるなー、やると逃がす前っていう感じになります。1戦目は濡れマウスの勝利、2球目の選手がやってきました。ちょっと時間が経つと冷めてしまうので、また同じ条件にしたいと思います。濡れたネズミか乾いたネズミか、さあ反応している反応している反応している、ちょうど中間ぐらい、どっちにもあるぞ、どっちにもあるぞ。早く食べないと逃げちゃうぞ。
反応はね、乾いた方と乾いた方に行きました。一勝一敗。飛びついた後はこうちょっと抵抗を見せることでやっぱやめたを防ぎます。綺麗なパイだね。あーやめろ、食べるな。はい、ということで一勝一敗です。今のところドア3匹目です。また同じ条件に温めていきたいと思います。では入れてやります。とお湯で解凍したマウス。さあどっちだ。はい、ちょうど中間ぐらいに置いています。うわ一発断末魔を演出します。2勝1敗、3本選手でいってみましょうかね。じゃあ次の子を用意します。さあこれで全てが決まるのか。4匹目のパイボール選手に登場していただきました。何匹パイボールがいるんだって話ですけど、うちはもうパイボール専門店といっても過言ではないぐらいなのでまだまだいます。さあまた同じ温度に温めていきたいと思います。だいぶやる気。待ってくれ。じゃあ後ろの回り込みましょう。はい、後ろだよ、そっちじゃないよ。やだ、旅に行く真ん中で。はいはいはい、どっち行くでしょうか。お、やっぱ匂いの方に。あー、なるほど、こういう結果になりました。お尻からいったね。ということで3本選手、濡れネズミと乾いたネズミ、どっちの方にボールパイソンが飛びつくのかっていうのは3対1で乾いた状態のマウスに飛びつくということが分かりました。まずまずこう3番選手とか言ってますけど、ふざけてやってるわけではなくて、やっぱりボールパイソンを初めて飼ってみようと思われる方とかは、その巨食がある生き物なんだっていうのをすごく心配される方が多いと思うんですね。お迎えしても食べなかったらどうしよう、ちゃんと餌やりできなかったらどうしようと不安になられる方が少しでも、まあ、いろんなテクニックがあってそういうものを使っていくことでボールパイソンの餌やりをサポートしていくことができるっていう助けになればなと思ってこういう動画を撮ってみました。そうですね、他にも暗がりにするとか起きにするとか、あの上げ方のテクニックがいろいろありますので、教職が怖いからボールパイソンやめておこうと思わずに、ぜひお迎えの参考にしていただければ嬉しいなと思います。当店ではですね、まあ、食べないんだけどとか痩せちゃったんだけどとか、こういう状態なんだけどこのことはあのことはというのも、まあ、LINE とかでお問い合わせいただけたらなるべく丁寧にお答えするようにしていますので、お問い合わせもお待ちしています。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンは、お湯で解凍したマウスと事前解凍した濡れていないマウス、どちらを好むかということを実験してみました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。